はい、噂の神田の王子でございます。噂の神田の王子でございます。ダブった。はい、というわけで今日もやっていきたいと思います。はい、今日もよろしくお願いいたします。いやー、終わりましたよ。あ、いつもの後で、このチャンネルはですね、鍼灸師の方、鍼灸学生の方、治療院経営の先生、ドクターやクリニック経営の先生に向けた配信チャンネルでございます。はい。ですね、まあ雑談も多いですけども、まあいろんなですね、技術や経営や知識のセミナーじゃないや、配信しておりますので、よろしければ評価ボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。いやー、疲れましたね。ちょっと今日はね、日曜日っていつもこの時間までちょっと他のズームが入ってるので、いつもこの時間になっちゃうんですけど、はい、行きましょう。よいしょ。よいしょ。あ、ウィザー5さん、こんばんは。ありがとうございます。いつもありがとうございます。お疲れ様でーす。お疲れました。今日はね、ただね、やっぱね、この配信のおかげでしょうね。そこまでね、疲れてないんですよ。先ほど操作見せましたね。バレてますね。もうね、やっぱね、OBS の設定って結構めんどくさいっすよね。バレてた。ちょっと後で消しますけど。マジでこう配信設定もね、地味に大変なんですよね。もうだいぶ早くなったけど。一応ね、OBS 設定、じゃあ、まあ OBS 設定するでしょ。で、画像用意するでしょ。で、YouTube の設定するでしょ。で、そこからメルマガ書いて、公式 LINE 書いて、SNS 共有して、Instagram も用意して、サムネ作ってみたいな。結構大変なんですよね。これ30分くらいでやってるんで、ね、大変。と思ったらカンナチャンネルで配信しちゃってね。だいぶ早くなったけどね。はい。花園太陽さん、こんばんは。ありがとうございます。カッピン講座お疲れ様です。いえいえ、ほんとこちらこそありがとうございます。PJW さん。朝もタオル畳みしてましたしね。そう。今日は。なんか忙しかったね。朝も洗濯も多いから終わんねえし。と思ったら患者さんいっぱい来るし、みたいな。だね。はい。ありがとうございます。配信見ていただきました。あ、渡辺先生、本日ありがとうございました。夜の配信にも参加していただいてありがとうございます。はい。いやーね。濃かったですね。まあ、自分で言うのもなんなんですけど。まあでも今日はね、そんなに喋ってない方かなっていうイメージです。結構休憩時間長かったですし、普段はね、休憩時間取れないぐらいパンパンに喋るんですけど、今回結構こまめに休憩時間取って、しかもジャストに終わりましたからね。大体僕のね、セミナー若干押すことが多いんですけど、今回はね、ジャストにね、終わりました。真夏の太陽さん、美月さんですよね。パク。はい。真夏の太陽さん、見逃しませんよね。パク。いやー、ほんとね、見られてますね。あれね、今日も今朝、神田チャンネルも OBS 設定で配信しちゃったので、その設定のまま押しちゃったんですよ。そしたら、神田チャンネルで始まっちゃってね。やべやべやべと思いながら配信止めたんですけど、ああいうのがね、あれですね、ライブ配信あるあるですよね。間違えて配信しちゃうみたいなね。あ、皆さんもハートありがとうございます。インスタの方々も、はい、渡辺先生、あそこまで狙いだったのかと思って感動しました。いや、あれ偶然です。あ、偶然、はい、僕もびっくりしました。ぜひまた参加させていただきます。ありがとうございます。おやすみなさーい。早く寝てくださーい。ここまで仕事あります。パクー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 。はい。というわけで、まあ、今回ですね、パクー。今回ドクターの、
あ、医師の先生もですね、参加されて、まあ途中からでしたけど、医師の先生も参加されて、鍼灸師の先生、まあドクター、医師ですね、医師の先生と、まあ、水玉セミナー、カッピングセミナーしたわけなんですけども、はい、パク、それでこのハートパクパク食える人は、ありがとうございます。はい。結構ですね、専門的な話が多かったので、まあ、かなり普段東洋学とかにね慣れてない方とか、あんまりカッピング水玉ってね、やっぱ情報があんまないんですよね。論文とかもまあ少ないので、まあ、その中でもできるだけまとめて分かりやすく伝えてるようにはしてるんですけど、はい、大変だった。パクでも講義ってね、やっぱり結構疲れるんですけど、まあ、今回やっぱこういうね、あのライブ配信してた影響もあって、そんなに疲れてないですよね。やっぱり、一応、去年もね、ライブ配信じゃないや、ズームでセミナーしてたんですけど、ただやっぱこう、疲労感がすごかったんですよね。こう、リアルの対面でするよりも、めっちゃ疲れて。やっぱあれ、ズーム慣れしてないからだろうなと思って、まあ、今回このライブ配信じゃないや、ライブ配信か。疲れてるね。ライブ配信も始めて、まあ、リハビリ代わりとしてですね、こうやって始めてやってたのよかったなと思ってます。みつきちゃん、カンナチャンネルのサブチャン作ってアーカイブ残しましょう。何の何のあの、ミスの、いや、いいよ。カンナチャンネルもね、一応ライブ配信はアーカイブ残してます、ね。あっちで見てください。あの、さっきの消しますけどね。さっきのすぐ消しますけど。はい。いやー、焦るよね。あ、やべと思ったらもう始まってるし、みたいな。これね、まあ、でもああいう失敗しないとやっぱ覚えないので、ああいう失敗もやっぱ大事だなと思いますけど。はい、で今回もね、水玉講座今日終わりましたけど、また3日後には今度スキンケアのね勉強会が今度ありますので、まあ医師鍼灸師、まあドクターにね、あの僕が指導するなんておこがましい部分はあるんですけど、でもパクッこれ PJW さんが送ってくれてるんでしょうね。パク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 いる、この機能いるかね。ただ皮膚科の先生じゃない限りはなかなか皮膚の勉強ってドクターもしないんですよね。だからそういった部分のお話をできればなぁなんて思ってます。パク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 、はい、いやー実際ね、なかなかこう皮膚って勉強する機会が少なくて、あの教科書にもあんまり載ってなかったりするんですよね。解剖学書とかも顔面部の部分って結構スパーンってこう取られてる部分が多くて、生理学とか解剖学もねほとんど書いてないんですよね。だから意外と知らないこととか、あそうなんだみたいなことってあったりするので、なんでまあ今回統学的な話もね今回しますけど、パクこれ YouTube 見てる方絶対何してるか分かんないよね。あの27日の日です。こっちしかも1000円 の、 あの格安価格、格安価格、激安価格で、まあ1時間ぐらいなんですけどね、あの、JFAZE の先生、日本に美容鍼灸マッサージ協会の先生は、まあ、無料ですけど、まあ、外部の先生はね、1000円で、あの、参加もできますので、まあ、興味がある方はね、27日の9時に、ご参加いただければなと思います。YouTube のね、動画下の説明欄にリンクはありますので、はい。インスタの方は、まあ、なんとか YouTube 飛んでください。今日ちょっとストーリーズアップロード、投稿できてないんで、はい。みずきちゃん、消すんか、チッ。いやいや。5秒ぐらいでしょ。いいよ。消しましょう。後で消しときます。はい。そう。で、今回のね、受講生の先生からも、患者さんへの説明の仕方や納得のさせ方など、とても勉強になりました。っていうふうに、僕がセミナーするとき、まあ、いろんなセミナーはしてるんですけど、針とか、あの、整体もしてますし、あとそういう皮膚科学とか栄養学とか、あの、ファスティングのね、セミナーなんかも実はしてたりするんですけど、それでも大事にしてるのが、やっぱロジックの部分とか理論の部分っていうのを大事にするようにしていってます。まあ、僕がね、青属性で、ザ数字が好きっていうところもあるんですけど、ただ、やっぱりこう、我々鍼灸師って国家資格者でもあるんですよね。だから、やっぱ国家資格者として適当なことはできないなっていう気持ちもやっぱあるんですよ。逆に、鍼灸師国家資格者が、なんていうのかな、まあ、
しょぼいっていう言い方は言ったらちょっと語弊があるんですけど、こう根拠のないものをやってしまうと、やっぱこう自分たちの価値も下げてしまうなっていうのもあって、それでなくてもやっぱ YouTube で配信してること自体が若干チャラい部分ってやっぱそう見られちゃうんですよね。いわゆるなんだろう、ね、重鎮な先生方からすれば、なんだ動画で喋ってる若造はみたいな感じでやっぱ見られる部分ってあるので、あらまさんこんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。そうだから、まあ、極力やっぱりね、できるだけだしっかりしなきゃなと思う部分もありつつ、でも面白おかしく撮りつつみたいな部分もあって、でもセミナーはね、面白い要素とかそんないらないんで、もうすっごい真面目に喋ってますけど、そういう西洋学的な理解とか西洋学的な理解っていうのを特に大切にして、喋るように、ね、していってます、はい、だからまあ今回の受講生の方のこの声もやっぱ嬉しいですね。本当ね、皮膚の構造ってなかなか勉強しなかったり、水玉のロジックってガイドラインがないんですよね。法整備されてないんで、まあ、海外はねもうちょっとかもしれないけど、でもないんじゃないかな、調べても英語で調べても出てこないので、やっぱ多分ないんだと思います。まああれも大体医療としては歴史はねすごい長いんですよ。少しだけお話しすると、カッピングの始まりっていろいろ諸説あるんですけど、一番古い部分だと2500年前ぐらいなんですよ。カッピングの始まりってエジプトの壁画に残ってたんですよね。カッピングやってる図が、おそらくカッピングだろうみたいな絵だから2500年前から続いてる医療ってこれすごくないですかね。え、2500年間、逆にね、意味のないものとか価値のないものが2500年間残れるかって言ったら残れないよね、普通に考えて。だからそんだけやっぱり、なんだろう、法整備されなくても、ちゃんとしたノウハウがなくても語り継がれてきたって逆にすごくないですか。ここちょっと僕ね、ロマンを感じましたね。僕あんまロマンとかと縁遠い存在だけどはい、だからね、そういったでもデータってほんと出てこなくて、だからそういうのをね勉強したくてもできないっていう先生がやっぱこの2年間ぐらい多かったので、まあ、始めた感じですよね。水玉自体はねそんなに難しい技術ではないですし、カンナのね、シリコンカッピング買っていただいた方もやってみたら分かる通り、素人さんでもできるんですよ。ただ素人さんでもできる、誰でもできるからこそ、ちゃんと理論とかね、効果を理解して患者さんにやってもらいたいなという気持ちがあります。神田チャンネルでも喋ってますけど、やっぱ水泡のリスクとかもねありますし、僕も試験的に自分で作りましたけど、やっぱああいうリスクも含めた上で患者さんに施術してほしいんですよね。患者さん側もね、体が改善すると思って受けたら、なんか逆に悪化しちゃったみたいなことって結構あると思います。僕もね、やっぱ若い頃、まだ臨床歴が浅い頃は、なかなか患者さんを治せなくて悩んだ時期もありますし、なんかこうね、針したりマッサージしたら逆になんか痛くなったんだけどみたいなこと言われたことって結構あります。だからやっぱそういうのをね、やっぱ経験してほしくないなっていうのと、やっぱ学ぶ場所って結構少ないので、だからそういったのをね、ぜひ解消してもらえれば嬉しいななんて思ったりもしています。みずきちゃん、諸説ありにしても水玉はエジプトが起源なんですね。中国のイメージを持ってました。なんでしょうね、みんな中国っていうねまあ厳密に言うとね、水玉ってあれ正式名称嗅覚なんですけど、数にあれね、角で嗅覚療法が正式名称なんですよ、あれ一応、ただこれ結構ね誤解されるんですけど、針治療も中国じゃないとされてるんですよ、起源は。まあ、諸説あるので、どれが正しいのか正直わかんないんですけど、結構ね始まりはインドとかエジプト系だっていう風に考えられています、針に関してもね。針の始まりって本当に何だろう、木の棒とかいわゆる石なんですよ。あれを人の体に当てたらなんか治ったみたいな、そんな始まりだと言われてまして、
結構ああいう金属になったのは、まあ、中国かもしれないんですけど、諸説ありますけど、始まりはね結構エジプトとかあのインド圏が結構多いんですよね、実際に。まあ、ナイル川とかね、何だっけ、メソポタミア文明、もうあんまあのその辺の僕歴史ちょっと弱いけど、なんだっけ、ナイル川とエジプトは何、なんかあったよ、なんか川の周りがね発展するみたいな、なんかそんな歴史。ああ、そうそう、マナトの太陽さん、嗅覚療法、それが多分ね正式名称なんですけど、あんまり馴染みがないので水玉って言ってますけどね、うん。あー、ケントさんこんばんは、最近なかなか来れず、いえいえありがとうございます、お忙しい中お疲れでしょうに。そうだから結局中国のイメージってやっぱすごく強いと思うんですけど、実際まあなんだろうね、国民性的な部分もあるかもしれないんですけど、あのやっぱ今はねやっぱ中国が圧倒的に多いですよ、やっぱハリ治療は。アメリカもすごい研究はしてますけど、でもやっぱ諸説ありますけど、始まりはね結構インドとかエジプトとかそっち方面なんじゃないかなっていう風に結構言われたりしています。だから水玉も壁画に残ってるのが2500年前のが一番古いと考えられているので、おそらくエジプト始まりじゃないかみたいな感じではありますね。まあ、ピラミッドもねそうですけど、結構当時の文明ではなんでこれができたんだみたいなことって結構あるじゃないですか。水玉もそうですよね、陰圧、要陰圧なんて分かったなみたいな。そもそも陰圧を作れる綺麗なもの、まあ今だったらね瓶とかでできますけど、当時瓶とかなかったと思うんですよ、当然ですけど。だからようできたなと思いますよね、うん。結構ね壁画に残ってるやつだとなんか卵の殻みたいなのでやってるんですけど、まあどうなのかな、なんかダチョウの卵みたいなのでやってたのかもしれないですね。当時多分そこまで気密性が高い入れ物なかったと思うので、どうやってやってたのかなーってのありますけどね。海外に行くと水玉って結構いろんな形があって、あの自分で吸うタイプもあるんですよ、あのなんていうのかな、要はカップをあの、まあ、背中とかにつけてこうチューブがねこうくっついてて、自分でこう吸って陰圧にして背中吸うみたいなのもあったりしますし、水玉自体はあれ、妊婦さんじゃないごめんなさい、お母さんか、出産した直後のこのおっぱいのね病気、まあ、病気っていうか症状、乳腺炎とかなかなかおっぱいが出ないっていう時にここにカポンってつけて、あの陰圧でこう吸い出してたみたいなのもあるんですよ、うん。だから本当ね意外といろんな形の水玉があったりします、海外には、ね、日本には多分そこまでないと思いますけど、なんか調べてみるとね本当いろいろ出てくるんですよね、嗅覚療法、水玉療法って。でもやっぱ海外の方が圧倒的に多いですね、日本よりね、うん。あ、やいちゃんこんばんは、ありがとうございます、こんばんはんでーす、こんばんでーす、はーい。そうだからね水玉もねやっぱね、そういうのをね見るとねやっぱすごく楽しいなと思う性格なんですけど、なかなかね鍼灸師の先生です調べることとかが苦手な先生が多いので、まあそういった部分で役立ててもらえれば嬉しいなとは思いますけどね、はい。やばい、今急に眠気きた明日はね、ミーティングとね、取締役会とかのね、資料作んなきゃいけないんですよね、明日はね。もうちょっと期限が迫ってるんで、あと1週間しかない。1週間しかないんですよね。ケントさん、ポンプと火を使うもので効果、効能の違いはありますか？まあ、そこまでその物理的な変化、違いはないんじゃないですかね。まあ、ただ、ポンプは手動で無理やり作ってるので、やっぱだんだんこう、なんていうのかな、陰圧が抜けていきますけど、火で使うタイプはむしろあの火の温度によって変わるので、あのむしろちょっと強まっていくんですよね。その違いは多分ありますよね。だからポンプタイプは外した瞬間がマックスでだんだん抜けていきますけど、火を使うタイプはちゃんと陰圧を作った状態でつければむしろちょっと陰圧が強くなっていくので、まあ、その違いはあります。まあ、あとは統合的な話で言ったら、その火を使うタイプの方が冷えを取りやすいとも言われているので、まあ、冷え性が強い方とかには火を使う加感法の方でやった方がいいかなみたいなのはありますけどね。
ただまあ統計学的な考え方ってもう概念の話なので、まあ、どこまでそれを使うみたいな部分はありますけどね、うん、あ、インスタがハート止まった、さっきちょっとすいません見てなかった、まあ、急にね急に向けきた、今日はちょっと早めに、ね、ごめんなさい終わりましょう。はい、まあなのでまだね4月27日がスキンケア勉強会でしょ、でまた5月は、まあ、ゴールデンウィーク中もカンナは通常通り診療してますので、もうすでに予約がいっぱい、はい、でゴールデンウィーク明けたら沖縄セミナーして、5月20日はまた美容鍼灸のオンライン勉強会して、でまた沖縄行って、そう5月はね沖縄2回行かなくちゃいけないんですよ、しかも1回目4日間もいるからね、4日間沖縄行って、でまたオンラインでセミナーして、でまた月末沖縄行って、で6月福岡行って、あと6月はね愛知にも行けますけどね、愛知三重県にも出張で、うん、そう忙しいね、ありがたいね、そうこっちに来られた。さあ寝ましょう。さあ寝ましょう。もうほんと眠い。ソーラーバーさん、5月はね、沖縄2回になっちゃったんですよ。パクー。パクー。寝ましょうって言いながら、ハートが。そう。まあでもね、観光ほぼゼロですけどね。ずっと仕事です。あ、真夏の太陽さん、王子先生プリン食べたんですか？食べてないんですよ。で、明日が賞味期限なので、明日、配信するか、ちょっとショーツ用に撮ります。明日ね。実は前にもらった、患者さんからもらったプリンもショーツで撮ってるんですよ。ショーツ用で。ただ、なかなかね、編集する暇がなくて。まあ、ショーツはね、通常動画に比べればはるかに楽なんですけど、なんだろう、性格的にこう妥協したくないから、ちょっとこだわりすぎるとね、やっぱ1時間ぐらいかかっちゃうんで、なかなかね、この間フライト中に、あ、ショーツの動画しようと思ったんですけど、ちょっと他の仕事があったからできなかったんですよね。なんかちょっと明日時間、結構明日もね、予約がいっぱいで忙しいので、ショーツ用に撮ろうかな。ウイローはね、ウイローは賞味期限長めなんでいいんですけどね。そう、まだプリン撮れてないんですよね。そう、ウイロー、そう、ウイローだ、そう。パクパク。ウイローがね、あれも撮らなきゃいけないんですよね。もうありがたいね。あ、先生さん、こんばんは。お久しぶりですね。ハロちゃんさん、井上先生、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。もう、そろそろ終わります。神田さん、いつか受けたいわ。ぜひね、みつきちゃんも。まあ、なかなか静岡、福岡はね、来る機会ないかもしれないですけど。はい。ぜひ。ね。東京でもね、ほんと神田の出張施術会みたいなのもやったりしたいんですけどね。関東圏とかね、関西圏とか。ね、なかなかそんな暇ないけど、パク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 、代わりに食べてあげたい、ダメです。明日も頑張りましょう。そうね、毎日頑張りましょう。はい、先生さん、関東はいらっしゃらないんですか？関東はね、今んとこ、まあ、っていうか2日前まで関東にいたので、しばらく行かないかなやっぱね、もう関東が合わないよね、あの人の多さ、うん、まあ、福岡もいいけど、天神も。やっぱ東京は火じゃないもんね。福岡が可愛く見えるもん、天神が。やっぱ僕まだ九州がいいな。はい。なんで、まあ関東は、まあでもなんだかんだね、6月頃行くと思いますけどね。5月沖縄、6月三重、愛知。まあ通年どっか行くかもしれないですけどね。で、7月も札幌行きたいなと思うんですけどね。いけるかな、行きたい。頑張ろう。というわけで今日はこれぐらいで終わりたいと思います。はい。じゃあ、田舎者には辛いですよね、東京。そうね。やっぱ人が多いからね。僕とかはね、全然酔わないとか、三半規管とかが弱いわけじゃないんでいいんですけど、マケールは死んでましたね。マケール、ああ見えてね、気圧と人に弱いので、結構酔って大変でしたね。ラバーさん、お疲れ様でした。ロミソン5さんもおやすみなさい。ありがとうございます。じゃあ、終わりまーす。バイバーイ。
先生さん、割と都会の学校に通ってますが、満員電車で頭痛します。ですよね。あれね、きついよね。今回そこまで満員電車はなかったけど、あのね、あの人数がぎゅうぎゅう、もうこ、ねえ、ソーシャルディスタンスとはと思いながら乗りましたけど、あの匂いもね、結構あれですよね。あんだけ人がいればね、大変ですよね。ちちゃん、お疲れ様でした。ちゃんと寝ましょう。まだ寝ないけどね。やいちゃんさん、お疲れ様でした。今日こそはソファーへダイブしてください。ソファーが遠い。300メートルね、あるんで。あの、ソファーまでね、300メートルあるんで、ちょっと遠いんで。はい。皆さん、お疲れ様でした。はい。じゃあ、終わりたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。終わりまーす。